ロクロワはフランス、グランテスト地域圏、アルデンロ圏のコミューン。ボーバンによって設計された星型の要塞としての自治体の形と1643年のロクロワの戦いで知られている。ベルギー国境に近いロクロワはシャルルメジエールの北西 28km、シャルルロワの 60km 南に位置する。町は町の名を冠したロクロワ大地の上にある。 この大地は、古生代カンブリア紀の固い構造となっている。ロクロワという名は、ラウルの交差路を意味する。ラウルとは13世紀のこの地の領主の名である。17世紀、ロクロワ周辺の領土ほとんどを、ルイ13世が購入し、コミューンの地位を得て新たな意味が加わった。王の岩という意味を持つロックロイである。フランス革命が起きると、自由の岩を意味する。 ロクリーブルと解明された。ロクロアを要塞化したのはフランソワ一世で、それをさらに拡張したのはアンリ二世である。ユグノー戦争中の1588年にはユグノー軍によって陥落させられている。1643年に起きたロクロアの戦いでは、フランスの将軍、アンギャン公が指揮するフランス軍がスペイン軍に輝かしい勝利を収めた。 リーセンスメントで2006でコミューンツでアダンハット http コロンスラッシュスラッシュ c a s s i n i e h e s s f r スラッシュ POPULATIONPAR コンミューンアバント 1962INSEE ポピュレーションデューピルリセンスメントで1962ありがとうございます